はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらでございますね。うん。レゴマインクラフト、ザ・ファースト・ナイトです。はい、レゴのマインクラフト、ついに買ってしまいました。うん、日本でもちょこちょこ売ってるんだけど、このザ・ファースト・ナイトっていうのは、輸入版でございますね。Amazon で売ってたので買いました。おー。はい。最近ね、マインクラフト、うちもやってます。うん、好きなんだよ。そうね、PE 版を始めまして、もともとね、PC 版のデモをパパがやって、なかなか面白かったんで、うん、PE 版ずいぶん前に買ってたんだけど、うん、ようやくちゃんと始めたって感じだね。うん、面白いよね。うん、まあ、といっても、エイシン君がこの iPad でやって、パパが iPhone でやって、うん、マルチプルでやってるって感じかな。うん、っていうのは、この PE 版でこのサバイバルモードができるの知らなくてさ、うん、これを教えてくれたのが岡戸さん。うん、岡戸さんがこの前ね、パパと飲み会した時に教えてくれてさ、そう、それで岡戸さんもマインクラフトの実況やってんだけど、うん、毎回ね、面白くて見させてもらってんだけどさ、うん、っていうか、パパが全然知らなすぎたんだけどね、うん、それでやって、すごい今楽しいね。うん、毎日やってるぐらいだよね。うん、ちなみにこのセット、対象年齢は8歳以上ですね。408ピースあります。そして付属しているミニフィギュアはスティーブでしょ、あとクリーパーさん、それとブタです。ブタ、うん、もともとね、マインクラフトはね、レゴにそっくりだからね、ブロックをカチャ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 ってこっちでいって、家とか何かを作る。そう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 、だからレゴでも再現しやすいよね。うん、では早速開けて作っていきましょう。うん、はい、ということで完成しました。こちらがレゴマインクラフトのザ・ファーストナイトですね。うん、まさにファーストナイトって感じ。なんでかっていうと、いろいろね、木でできてるから。こちらスティーブなんだけど、まずスティーブから見ていこうか。木の斧なんだよね。まだ石とか鉄の斧じゃなくて木の斧ですね。うん、それと剣、そう、この剣もあった。木の剣だね、これね。うん、他にはミニフィギュアで、このクリーパーさん、これもなかなかいいよね。これちゃんと顔は動くよ。うん、あと豚さんですね。そして前景はこんな感じですね。なかなかいいよね、マインクラフトっぽい、すごい。で、この家の上に木が入ってんだ。こういうなんか家いいね。こういう家作ろうかな。ちなみにこの屋根なんですけど、乗っけてあるだけなので簡単に取れますね、こんな感じで。なんかこんな感じで見えますね。はい、それでこのレゴマインクラフトはですね、レゴクリエイターに似てて、こう開けるんだね、こんな感じで。これで家の中が覗けます。うん、こんな感じ。ここに何か作るボックスがあるんだ。そうそう、作業台、これ作業台でしょ。で、これがチェストだね、長いチェスト、中にパン入ってたね、今。それでこれ松明1本だけ入ってる、お部屋の中。松明で、これベッドね、うん、おなじみのベッド、これないと夜は明かせないよね。うん、大変だよ。あとツルハシあります。ツルハシ、うん、これも木のツルハシだね。それで、閉めるよ。閉めて、こっちが正面なんだけど、こうドアがあるね。ドア開けられます。外側にも松明がありますね。はい、これいいよね、すごいそれっぽい。そうだね。外側には一応ね、農場みたいな感じで柵が囲ってあって、中に豚がいますね。開けられるようになってね、なかなかいいよね。ここにガラスもちゃんと貼ってある。うん、いいじゃん、うん、いいよね。うん、いやー、いい感じ、これすごい世界観が現れてる。うん、他にもですね、マインクラフトのレゴいっぱい出てるので、今後もですね、ちょっと買っていきたいね。うん、これ楽しいわ。なんかリアルマインクラフトみたいな感じでいいね。それと、うちはですね、マインクラフトの実況今んとこですね、予定してないんだけど、どうなんですか、皆さん、マインクラフトの実況うちらやったら見たいと思うかな。うん、ちょっと気になるね。うん、ぜひコメント欄にお願いします、見たいかどうか。よく寝た。今日は何しようかな。うわ、クリーパーさんだ。今日は外に出んのやめよう。うわ、豚が外出ちゃってる。まずい、助けに行かないと。とりあえずチェーンを持っていけば大丈夫だ。よし、行くぞ。クザン。あれ、いないな。あんなとこいた。クリーパーさんはどっか行ったみたいだな。よいしょ。
よいしょ。こっちおいで。わあ、クリパー。はい、ということで今回はレゴマインクラフト The First Night でした。